ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日は新型プリウス Z グレードをおすすめしたい3つの理由ということでお話ししていきます。ジャパンカーレスキューでは新型プリウスなどいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速、新型プリウス Z グレードをおすすめしたい3つの理由お話ししていきます。まず一つ目、外装がかっこいい。 Z グレードになりますと LED アクセサリーランプがつきまして、 PHEV ではフロントロアグリルがツヤありブラック金属調シルバー塗装、ハイブリッド車ではフロントロアグリルツヤありブラックグレーメタリック塗装になります。またリアバンパーロアもツヤありブラックとなりますので、G と U グレードではリアバンパーロアブラックということで、ツヤのないタイプのブラックになりますが、やはり Z グレードということで外装もかっこよく仕上がっております。新型プリウス Z グレードをおすすめしたい3つの理由。2つ目、運転席が快適。 Z グレードでは運転席 8way パワースポーティーシート、合成比較シート表皮、運転席シートポジションメモリー2メモリー付き、運転席オートスライドアウェイ、前席シートヒーター3段階温度設定、前席シートベンチレーションということで、非常に快適な装備がついてまいります。プリウス結構ですね、運転席低い位置にありまして、また運転する際は結構運転席自体を前に出される方も多いと思うんですけれども、この辺の設定がですね、電動でできますので非常に便利かと思います。またシートポジションメモリーということで、身長体型によってですね、かなり運転席の位置変わってくるような車になってますので、2メモリーついてますので、ご夫婦で乗られましても旦那様奥様とそれぞれで設定できますので、こちらもすごく便利だと思います。私自身もそうでしたけれども、運転するときに結構運転席を前に出していると乗り降りがしづらいんですが、運転席オートスライドアウェイということで、エンジンを切ると運転席後ろに下がってくれますので、乗り降りもしやすくなってます。また運転姿勢でですね、腰を痛めやすいという方はですね、 8way パワースポーティーシートになってますので、腰の位置の膨らみなんかも変更できますので非常に便利です。 Z グレードでは合成比較のシート使ってますので、冬場は冷たくなりますし、夏場はかなり暑くなりますので、シートヒーター3段階温度設定と前席シートベンチレーション、これはかなり便利だと思います。新型プリウス Z グレードをおすすめしたい3つの理由。3つ目、トヨタチームメイトアドバンストパークとパノラミックビューモニターが標準装備。正直新型プリウス乗ってみますと、前の感覚、後ろの感覚、かなりつかみづらい車両となっております。ですので、標準装備でパノラミックビューモニター、しかも画質もかなりいいものが搭載されております。また駐車が苦手だなという方はですね、トヨタチームメイトアドバンストパークで自動で駐車することもできますので、これが標準装備でついてくるというのはかなりいいと思います。従来の形のプリウスで事故が多かったのではないかと言われておりますので、そのあたりでですね、 Z グレードでは最初から標準装備になってますので、ぜひプリウスを買いたいという方はですね、個人的にはおすすめしたいのは Z グレード、やはり安心安全に乗っていただきたいと思いますので、トヨタチームメイトアドバンストパークやパノラミックビューモニターが搭載されたタイプというのをおすすめしたいと思います。 G と U グレードではバックガイドモニターはつくんですが、パノラミックビューモニターがメーカーオプションになります。アドバンストパークの方はつけることができません。最低限でもパノラミックビューモニターはあった方がいいんではないかなと個人的には思います。以上、新型プリウス Z グレードをおすすめしたい3つの理由でした。今後、新型プリウスの紹介動画いろいろと投稿していく予定です。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画見てくれておきに、ほなねー。